先生です。ほい、生徒です。今日はリクエストをもらっていた未解決事件を調査していくよ。なんて事件？大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件。ネット上では八王子スーパーナンペイ事件って呼ばれているよ。拳銃？そう、銃を使った犯行で3人も亡くなっているんだ。その事件がスーパーで起きたん？うん、あまりにもヤバいから平成に起きた三大未解決事件の一つとしてかなり有名な事件なんだ。もう怖いんですけど。警察もいろいろと情報を開示していて未だに手がかりを募っているんよ。ということでこの事件を私たちと共におさらいして、何か思い出したことがあれば警察に連絡してください。ちなみに参考にした資料は全て概要欄に記載しているので、気になった人は見てみてください。それでは早速、調査に行ってみようかどう。ではまず事件の概要から話していくね。お願いします。この事件は、1995年7月30日の夜東京都八王子市大和田町に、あるスーパー、南平の大和田店、その事務所内で起きたんだ。この日は、4日間の特売セールの最終日で、店内はいつにも増してお客さんが多かったんだって。そんな人が集まりそうな日に事件が起きたのか。被害に遭ったのは、パートである女性従業員の A さん、事件当時47歳。アルバイトの従業員、女子高生 B さん、事件当時17歳。同じくアルバイトの従業員、女子高生 C さん、事件当時16歳。この3人だね。え、待って、最初に拳銃使った事件って言っていたけど、女子高生も撃たれているん？そうなんよね。エグすぎるだろ。それじゃあ時系列に沿って何があったのか話していくよ。16時46分、4番勤務のアルバイトのために B さんが自転車で出勤。ちなみに B さんの自宅はスーパーからわずかに、3分の距離にあったよ。近いなぁ。16時48分、B さんと同様の4番勤務のパートである従業員の A さんが出勤。A さんはスーパーまで知人男性 D に車で送ってもらってさ、その時に勤務が終わった後、一緒に小料理屋へ行く約束をしていたよ。新たな登場人物、D さんが出てきたなぁ。17時、A さんと B さんのお仕事開始。この時の勤務時間は17時から21時までで、レジ3台のうち1台は閉め、A さんと B さんはそれぞれ別のレジを担当したよ。ちなみに A さんは夜間の店長を務めていて、売上金を金庫に保管する役目を担っていたんだって。なるほどね。というかさ、4番ってこの2人しか従業員いないの？いやいや他にもいるよ。あ、やっぱりそうだよね。17時30分頃、店の前をうろつきながら店内を覗き込むような仕草をしている。白いシャツにグレーのズボン姿の不審な50代の男を買い物客が目撃。早速、不審者出てきたやん。18時30分、男性従業員が勤務を終え退社。これ以降は、従業員派 A さんと B さんの2人のみになったよ。ふむふむ、なるほどここで2人だけになったのか。ほんで、スーパーから約30メートル離れた北の原公園で、毎年開催されている盆踊り大会が始まるよ。あ、盆踊りやる日だったのか。ちなみにこの日、日曜日ね。おじゃあ人がたくさん集まりそうだな。うん、しかもスーパー周辺は、太鼓と盆踊りの大きな音が響き渡り、やかましかったみたいよ。夏ですね。18時50分、事件当日は非番だった C さんが家から自転車でスーパーに来店したよ。いや、なんで？ C さんもアルバイターだから勤務予定の確認しに来たんだ。あ、なるほどね。ほんで、B さんに仕事終わる閉店までスーパーで待っているよ。ってな感じでスーパーに座ったみたい。一緒に帰ろうとしたってことか、優しいやん。19時59分、閉店1時間前で客足は一段落して、A さんは店内の状況からこれ以上はお客さんが増えないと判断して、1時間早くに一つレジを閉めたよ。残りのレジを一つだけにしたってことね。ほんでその売上金を2階の事務所に持って行って、事務所内に置かれた金庫の中に売上金を保管したんだ。ここでは買い物客の証言で、レジを担当する B さんの傍らで、C さんが待っている様子を見たり、終わったら祭りに行こうって話しているのを聞いたんだって。あ、つまり、勤務予定の確認する途中に盆踊り大会の様子を目にして、仕事終わり行ってみようって話していたのか。その可能性はあるね。20時30分、売り場で勤務に就く従業員は B さんだけになって、C さんは、さっき言っていたようにレジ担当する B のそばにいたよ。ちなみにこの頃、店内で何も買わずに売り場をうろつき、あたりの様子を伺う40代から50代の不審な男性が客によって目撃されているよ。さっきの不審者かな？20時45分、スーパー正面前の路上を不審な白い乗用車がゆっくりと通り過ぎ、運転していた男性が店内を覗き込んでいる様子が目撃されているよ。別の不審者かな？20時51分、レシートの記録によると、閉店間際に、C さんが牛乳や卵を購入したことが確認されているよ。ほんで同時刻頃、A さんが閉店準備のために、肉売り場などの保冷用カーテンを閉めながら近所の買い物客と会話をしたんだ。その買い物客は C さんとも会話をして、この後 B と祭りに行くって言っていたみたい。そんで、犯行前にこの3人が目撃されたのは今のところ、この時が最後とされているよ。この買い物客が見たことが最後か。20時56分、若い男女が閉店直前に以下のものを購入したよ。青果88円、もやし45円、青果96円、青果580円、お好み焼き268円、焼きそば228円、ハム398円、7点税込み合計1754円。
男性は177cm くらい、両サイド刈り上げ風、ラフな格好。女性は髪型までのストレートで黒っぽいワンピース風。それから駐車場から白いセダンで立ち去ったよ。やけに詳しく話すな。でも目撃証言はさっきのが最後じゃなかったっけ？そうそう、だからこの若い男女が見つかれば、最後の目撃証言を更新できるんよね。29年前の男女さん、思い出して。この事件のことはさすがに知っていると思うんだけどね。未だに連絡はないみたい。この動画見ていたら、どうかご協力ください。21時、スーパーが閉店ということで、B さんはレジの売上金を持って、2階の事務所へ持って行ったよ。そんで夜間店長だった A さんが受け取って、金庫に保管してダイヤルを回し施錠したんだ。金庫ってどんな形なん？ダイヤルと鍵がついているからダブルロックタイプだと思う。店長代理の A さんだけが開けられるんだよね。そうだね、ちなみに中には500万円入っていたみたい。なるほど。21時3分。盆踊りも終盤で最後を飾る太鼓の演奏が周囲に大きく響き渡ったよ。21時6分。A さんが店内の戸締まりと施錠、消灯をして、閉店業務も完了したよ。もうあとは帰り自宅して帰るだけだな。同時刻頃、自宅のガレージに車を駐車しようとしていた。近隣住民がスーパー事務所の下の通路に、不審な若い男性一人がいるのを目撃したよ。怪しい。その男性は車のライトが当たると顔を伏せるようにしてその場を立ち去ったんだって。めちゃんこ怪しいやん。21時7分。盆踊りが終了。スーパーの周囲は静寂に戻ったよ。結局 B さんと C さんがお祭りに行っても終わっているやん。出店はまだやっているかもね。21時15分。A がスーパー事務所から知人男性に電話をかけ、迎えに来るよう頼むよ。ご飯食べに行くんだっけか。同時刻に事務所のセキュリティシステムが作動し、入り口の扉が施錠されたよ。このことから3人は事務所から退出して帰宅しようとしていたことがわかるよ。でもここから事件が起こるんだよな。うん、つまり事務所からは一度退出したけど、犯人の指示により、再度入れられた可能性があるよ。21時16分。再び事務所のセキュリティシステムが作動し、入り口の扉が解錠され、もう一度事務所に入ったんだ。もしかしたら、ここで拳銃で脅されたのかもな。21時17分。スーパー近くの交差点付近にいた高校生カップルが、スーパーの方向から火薬が破裂したような音が数回響いたのを聞くんだ。うわぁ、ここでか。ちなみにスーパーの近所に住む複数の住民も同様の音を聞いているよ。これには理由があって、この頃の夏って、今みたいに異常に暑くないのとエアコンがない家もあったんよね。今は当たり前のようについているけど、確かに約30年前の話だもんな。それはあるかもしれない。ということで、多くの家が窓を開けていたみたいで、だからこそ、この鳴り響く発砲音が聞こえたんだと思う。なるほど、じゃあ犯行が行われたのは大体この時間ってのは正しそうだな。21時20分、A さんの知人である男性の D さんがスーパーに車で迎えに来たんだけど、A さんが見当たらなかったので D さんは駐車場に車を止めて、A さんが出てくるのを待っていたんだ。ちなみに、この時、事務所には明かりがついていたから、ああまだ仕事しているんだなぐらいに思っていたんだって。明かりはついていたのか。21時20分から35分の間、スーパーから30メートルほど離れた交差点で、一時停止をせずに西の方角へと走り去っていく白色の乗用車が目撃されたよ。運転していたのは25歳前後の男性で、野球帽をかぶっていたみたい。こういうのは目撃証言あるのにさ、事務所に入っていく様子とかの目撃証言はないんだよな。不思議だよね。21時45分、D さんはいつまで待っても一向に A さんが現れないので、先に行っちゃったんじゃないのかって思って、確認のために小料理屋へ向かったんだ。迎えに来てって言っているのに、無視して先に行くことなんてある？まあ忘れていたって考えたらなくはないよね。21時50分頃、小料理屋に着いた D さんは、A さんが店にいなかったので不審に思い、事務所へ確認しに行こうって思ったんだ。けれど事務所は更衣室としても使用されていることから、女性が着替えている可能性あるじゃん。だから小料理屋の女将に代わりに見て、って言って、女将を車に同乗させ、二人でスーパーに向かったんだ。仕事はいいの？それは正直わからない。貸し切りとか？あとはお客が全然いなかったとかかな？単純に心配だったからってのもあるけどね。22時頃、おかみは、明かりのついたスーパーの事務所を訪ねたよ。ほんで、事務所の玄関の鍵は開いていたんだって。ということで、おかみは扉を開けてそのまま事務所の中に入ったんだ。おかみが事務所の入り口付近で声をかけたんだけど、返事がなかったから、誰もいなくね？って思って一旦車に戻り、D に報告、んなわけないって感じで、D と一緒に中を覗いたんだ。そしたらそこには、重機で頭部を打ち抜かれ、床に倒れて死亡していた女性従業員3人がいたんだ。やばすぎだろ。でも、どうしてお上は最初に見た時に遺体を見つけられなかったんだ？うん、事務所の玄関を開けると入り口付近にカウンターがあって、その影響で床に倒れた遺体を見つけることができなかったんだ。お上さん身長低かったから。そんで、D さんと一緒に中に入って気づいたのか。みたいだね。22時8分。D さんとおかみは、現場近くの交番に駆け込んで、事件について知らせたことで、この闇が深い事件が発覚してニュースになったんだ。なるほどな。犯行現場の様子も軽く話すと、まず、発見時は事務所の鍵は開いていた。うん、これはおかみさんの証言だろうな。A さん、B さんは制服を着替えて私服になっていた。完全に業務が完了して帰宅しようとしていたことがわかるな。
A さんの遺体は事務所の奥にある冷蔵庫の横に頭を持たれるような形で倒れていた。冷蔵庫の横ねえ。そして A さんは頭部を2発撃たれていたよ。頭を2発？完全に殺しにかかっているね。A さんの皮膚を見ると、銃口の熱で皮膚が焼けた痕跡があったよ。発砲後に銃を押し付けられていたってことかな。あと銃のグリップで右顔面を殴りつけられていたみたい。ちなみに A さんは縛られていなくてそのまま。B さんと C さんは部屋の中央、金庫の手前で倒れていたよ。それぞれ頭部を1発ずつ撃たれ、口を粘着テープで塞がれて、それぞれの片手を粘着テープで一緒に巻かれ、背中合わせにされていたんだ。なんか変な縛り方するな。そうだよね、動こうと思えば動けるからね。こういうのって足と手首を縛って身動き取れないようにする。ってイメージなんだけど。うん、これも妙だよね、ずさんというかなんというか。もしかしたら両手で縛ろうとすると、どこかに拳銃をしまうか置かないとしなきゃいけないじゃん。だから片手は拳銃を持ったままでもう片方の手で粘着テープを使って、無理やり貼り付けていたのかもね。その可能性もあるな。ちなみに粘着テープには犯人と思われる指紋の一部と汗が付着していたみたいよ。めっちゃ重要な証拠やん。ほんで、被害者の周囲の床には血たまりができていたよ。こわ？頭打たれているんだもんな。そりゃそうなるか。でも、そしたら足跡とかつきそうじゃない？ところがどっこい、犯人は血たまりを一切に踏まずに逃走したよ。マジか、うまく避けたのか。金庫には一発だけ発砲した跡があったよ。無理やり開けようとしたのかな？ほんで、それ以外は特に室内は荒らされていなかったみたい。なるほどなぁと、なると。どうしてこの犯行をしたのかが気になる。うん、そうだね。じゃあ次は犯人がこんな残酷なことをした理由に関して調べてみよっか。でもそれは後半でね。チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半はこちらから調査していきます。それでは犯人の動機を調査していこう。気になるよな。主な動機として挙げられているのが2つあるよ。1つは強盗説。ああそりゃそうだよな。犯人がスーパーの売上金を強奪しようと事務所に押し入ったって感じだね。でもさ、強盗しようって思うのは100歩譲って理解したとして、どうしてこのスーパーを狙うんだろう？それにもいくつか考えられる理由があってね。その一つが実はこのスーパー、ガバガバセキュリティスーパーだったんだ。というと、この事件が起きる前から何度も空き巣に入られていてさ。営業中は事務所の入り口に鍵がかけられていないことが多かったんだって。いや鍵かけて？しかも夜間も同じ。もっとかけて？近所でもガバガバセキュリティスーパーとしても有名だったみたいよ。あ、そしたら犯人さ、近所に住んでいて、この噂を知って犯行に及んだ可能性があるかもな。うん、それはあるかもね。しかもさ、さっきの時系列のところでも思ったけど、レジのお金引き出してから、そのまま外に行って、事務所に向かうからそこで襲えば簡単にある程度のお金は奪えるよな。スーパーの中から事務所には行けないん？そうそう、中からはいけなくて必ず一回外に出なきゃいけないんだ。確かにそう考えたら、ガバガバかも。セキュリティが弱い二つ目の理由はこの事件でもそうだったけど、夜間勤務を女性従業員だけに任せていたことが多い点だよ。確かに、今回最後は女性二人だけになったよな。人件費削減だね。犯罪者視点では狙い目だよな。ちなみに、A さんはスーパーの防犯対策について周囲の人に、夜女性だけになって、めちゃ不安なんですけど、って漏らしていたみたい。店長さんなんとかして？だから、一時的にお店を辞めていたこともあったみたいよ。え、そしたら出戻りってこと？ A さんはそうだね。さっきも言っていたけど、そういった噂を聞きつけて、空き巣被害も加速していたのかもしれないね。被害に遭ったら対策して？いやー、お前に対策して？三つ目の理由として、この時期他のスーパーの事務所を狙った。単純強盗事件が多発していて、事件の手口がこの事件と似ていることから、同じ犯行グループが関与しているのでは？って考えられているんだって。なんかこの前の連続強盗事件みたいだな。それのスーパーバージョンだね。強盗説は私もなんとなく、そうなんじゃないかな？って思うからわかったけど、他にも考えられる説があるの？うん、もう一つは怨恨説。大体この説出てくるよな。三人のうち誰か、もしくは複数に恨みを持っていて、犯行に及んだって説だね。そう考えられる理由が、金庫に収められていたお金を犯人が、直接、盗もうとした形跡がなかった点。確かに金庫には指紋見つかってないんだもんな。500万円も入っていて A さんが確実に開けられるのに、中身は取られてないからね。あと、犯人の事務所内での動きが足跡からわかるんだけど。あれ、血たまりを避けて通ったんじゃなかったっけ？うん、それでも鑑識の力で足跡を発見したんだろうね。犯人の動きは、入り口から金庫までほぼ一直線の往復でさ、事務所の入り口から金庫がある場所までまっすぐに歩いて、金庫のあたりをうろついた後、被害者が倒れていた周辺を歩き、銃撃した後に入り口から出て行ったという動きなんだ。複雑ではなさそうだな。そうそう、ほんでさっき言った通り室内を物色した痕跡はなくて、机の引き出しも開けたりされなかったよ。ふむ、あ、被害者の財布は？うん、これが3人の財布や持ち物さえも物色していなくて、奪われたのは命だけってことか。一番大事なのを奪っていったね。ほんでさっき A さんが金庫の開け方知っているって言ったじゃん。うん、言っていたね。
それプラス、店長の机の上には金庫のダイヤルロック解除の、数字を記した紙が貼られていたんだ。不用心。これはさすがにね、セキュリティがバガバ。だから余計に強盗目的の場合、その状況で金庫開けないの。意味不明じゃない？ってこと。なるほどな。しかも金庫には鍵が差し込まれたままの状態だったから、ダイヤルさえ合えば、すぐに500万円ゲットできていたってことか。うん、だから怨恨なんじゃないか？って言われているんだ。また、被害者は3人とも脳幹を正確に撃ち抜かれて即死状態だったよ。ひえ。ほんでさっきも話したけど、A さんだけは2発銃撃されていて、至近距離から左の額に1発。その後、さらにもう1発、垂直方向から撃ち込まれているよ。絶対にやってやるって感じだよな。もう一つ、ちょっと情報があるんだけど。え、なになに？それは A さんについてなんだけど、A さん、生前にカッターナイフの刃が同封された。脅迫文を送りつけられるという嫌がらせを受けていたみたいなんだ。え？脅迫文はこのままだと命がないぞみたいな内容。いや、なにそれ？この事件に関係あると思う？どうだろう、ちょっとあるように思えちゃうよな。差出人は不明？もちろん不明。ちなみにフライデーの記事で見つけたんだけど、 A さんは今の仕事に就く前はホステスをやっていて、知人とトラブルを抱えていたんだって。関係者の証言では、 A さんに対してお金を貢いでいた男性もいて、援助が滞ったことでその男性と縁を切って、それが原因で一悶着あったなんて話もあったみたい。まあでも週刊誌の記事だからな、噂話程度に捉えておく。さあ続いては犯人が残した手がかりについて調査していくよ。ここが肝だよな。最初は犯人の足跡。さっきも血たまりは避けていたけど、足跡は見つけられたって言っていたな。うん、事務所内で約10個採取できて、実行犯は1人と断定されたよ。お、複数犯ではないのか。単独だね。それが分かっただけでもでかいぞ。靴のサイズは26センチ、足跡の付着物からは、微細な鉄粉と、粘土、苔が採取されたよ。鉄粉？鉄工所とかに頻繁に出入りしていたのかもね。靴はパルコ吉祥寺店、調布店などで、1万円から1万、5千円で販売されていたんだって。ファッションに無頓着ってわけでもなさそうだな。安い靴だったら3000円以下であるからね。ほんで、3人とも脳幹が至近距離から確実に撃ち抜かれていたことから、銃の扱いに詳しく、撃ち慣れている人って推測できるね。しかも外したのは一発だけだもんな。その外したっていうのも、金庫だからさ。金庫を無理やり開けようとしたって考えれば外してないよね。それはあるかもしれないな。拳銃に関しては、フィリピン製の拳銃で、スカイアーズビンガム38口径って言って、アメリカの拳銃の模造品として有名で、性能が低く、粗悪で命中率が低い銃なんだってさ。つまり粗悪な銃を使いながらも的確に撃ち抜いているってところが、撃ち慣れた人物であるという裏付けができるってことか。そうね、あとそもそも拳銃を持っているから、暴力団の関係者って説もあるね。それは可能性高そうだ。あとは、被害者を縛るために使った粘着テープなんだけど、ここにはさっきも言ったけど犯人のものと見られる、指紋の一部が付着していたんだ。事務所内の机には手袋跡もあったから、犯人が粘着テープを使う際に、手袋を脱いで素手で扱った可能性もあるね。手袋使って本当はやりたかったけどうまく扱えなかったとかかな？かもね。それじゃあこれらを踏まえて、警察が追ってこいつじゃないか？って絞り込んだ犯人が何人かいるから、その中から可能性が高そうな4人を紹介するね。お願いします。よし、それじゃあかなり疑わしい容疑者を4人挙げていくね。まず1人目は、愛知県で逮捕された70代の男。おじいちゃんやん。2002年、愛知県で銀行強盗未遂で現行犯逮捕されていてさ。最悪やん。なんで事件に関係しているのか疑われたかというと、大阪の信用金庫で起こした強盗未遂事件で使用された銃弾の線条痕が、現場で発見された銃弾のものと酷似しているからだったんだ。線条痕とな？線条痕は、まず銃身の内側に螺旋状の溝があってさ、銃から弾丸を発射すると、弾丸にこの螺旋状の跡がつくんだ。つまり警察はこの弾丸についた後から、使っている銃が同じやん。お前犯人候補ねって言いたいってこと？そういうことだと思う。あとは事件当時、この男が八王子周辺に居住していたこともわかっているよ。すっげえ怪しい。けれど逆に言えばこれ以外の根拠はないんよね。まだ根拠が薄いのか。ちなみに26歳の頃に初戦地質問してきた警察官を射殺し無期懲役になったよ。やっぱ？しかも仮出所中に凶悪な事件を繰り返していたんだ。絶対読み出しちゃいけない人物やん。しかも、南平事件のちょっと前に発生した狙撃事件でも、この人が犯人なんじゃ？って言われて、狙撃犯をなぜかわからないけど自称していたんだって。いやもうこの人やん。ところがどっこい、それを自称しているにもかかわらず、南平事件への関与は全否定しているみたい。なんか狙撃事件で自称している分否定されると違う気もしてくるな。それでは続いてなんだけど、二人目は日中混成強盗団のリーダーだよ。日中混成強盗団？日本人と中国人で構成される犯罪集団だね。極悪やん。ほんでそのリーダーの日本人か。
そうそう、2009年に覚醒剤所持の罪で逮捕されてさ、中国で死刑が確定していたんだけど、八王子の事件に関する情報を知っているって証言したことで、日本の捜査員を中国に送って話を聞いたんだ。死刑までの期間を長引かせようとしているだけかもしれないけどな。この強盗団は日本では計17件、被害額は約6億円と、とんでもない奴らでさ、強盗団にも入っていた中国人の男が、実行犯を知っているかもしれないって言っていたみたい。それが本当なら有力情報やん。このリーダー自身は南平事件には関与していないみたいなん。ぽいね、あとこの人が犯人だったとしても、すでに中国で刑が執行されているからもういないんよね。そうだったのか。三人目はさっき強盗団のリーダーが話していた中国人の男性。この人は処刑されてないん？うん、今はカナダにいるみたいなんだけど。どうして？1994年に日本で不法滞在により中国に強制送還されたんだけど、また日本へ密入国してさ、強盗団で犯罪を繰り返していたんだ。それがまたなぜカナダへ？別の日本人男性のパスポートを不正使用して日本から出国して、それから難民としてカナダに移住していたんだ。ちなみに、妻子もいて今は食料品店に勤務しているんだってさ。ちゃんと強盗してたこと償ったか？ということで、パスポートを不正使用したということで逮捕状を取って、カナダ政府に身柄の引き渡しを要求したんだ。順調やん。カナダ政府もいいよってなったんだけどさ、このパスポートの不正利用の件以外でこの人を拘束したり、裁判にかけたりしない、中国に引き渡さないことを条件として引き渡されたんだって。そんな。ほんで逮捕はできたものの、南平事件に関する情報は得られないまま、カナダに強制送還されたよ。え、無駄骨やん。本当にこの人が南平事件の情報を持っているかは結局わからないんよね。そして最後に4人目、指紋がほぼ一致している日本人。そいつだ。ガムテープの粘着面から犯人の指紋が取れたって前半で話したでしょ？うん、言っていたね。その指紋を警視庁が保管する指紋データベースと照合したところ、8点の特徴点の一致を確認したんだ。8点？完全一致じゃないの？そう、12点合致したらこいつだーって言えるんだけど、それでも指紋の8箇所が同じだったんだ。8箇所が一致する確率は1億人に1人の確率なんだって。じゃあもう本人やん。それでも同一人物と断定できる基準としては12箇所必要だからさ。残念ながら捕まえられなかったよ。その人はどんな人なん？元運送業関係者で、2005年には60代で病死していたみたい。指紋を鑑定していたのが2015年だから。仮に指紋が完全一致していたとしても犯人はこの世にいないことになっていたんよね。でもまあ1995年の事件だもんな。他にもこの人が怪しい点は、事件が起こる1ヶ月ほど前に息子が交通事故を起こして、被害者から多額の損害賠償金を請求されていてお金に困っていたということ。事件発生当時は多摩地域に住んでいて、現場で目撃された、白いセダンタイプの車を所有していた点。過去に盆栽の窃盗容疑で逮捕されていたという点。あ、逮捕されていたのか。そうそう、その時に指紋を取っていたみたいね。そして重要な点として、この人が働いていた先に、タイムカードの記録が残っていてさ、事件が起きた時間帯のアリバイが成立する可能性が高い点、DNA の鑑定不一致などから実行犯じゃなくね、とも考えているみたい。アリバイがあるのか。ということで、疑われている主な4人を紹介したけど、どう思う？強盗説、怨恨説どちらにせよ疑問点が残るよね。そうね、強盗説だったら、どうしてお金には一切手をつけていなかったのか。何らかの理由で金庫が開けられなくても財布は盗めるじゃん。犯人もパニックになっていたとか？いや、それはないと思うんよね。というのも、全員正確に至近距離から頭を撃たれているし、余計な足跡もなく、血たまりも踏んでいない。かなり冷静に淡々とやった気がするんよね。じゃあ怨恨説か？と言われるとなぜこの状況を選んだのかがわからない。夜中なのはわかるけど、その日は盆踊り大会で人が行き交う。だから目撃される可能性があるのに、そんな日に犯行をしている。しかもスーパーの事務所まで行って、例えば、帰り道一人になったところを撃てば、もっと証拠は出てこなかったはず。もしくは、A さんの家に行ったりとか他にもいろいろ選択肢があるのに、どうしてこの日、この場所を選んだのかが首をかしげる。あと恨んでいるんならもっと暴力振るっていてもいいよな。一応銃のグリップの部分で顔を一度殴られているみたいだけどね。憎んでいるにもかかわらず、処理は淡々としているから不可解だよね。あと、金庫を一発撃っているから、お金目的の線も捨てられない。怨恨説で無理やり解釈すると、その一発は強盗説への偽装とも捉えられる。他に考えられる動機としては、依頼されたってのはないかな？え？殺人を？そうそう、つまりヒットマン。にしてもやっぱり場所と時間に納得できないんだよな。ヒットマンってことはお金で雇われるじゃん。なおさら500万円奪えるなら奪っておきたいじゃん。考えれば考えるほど謎が深まるな。私の考えでは、かなり強引なんだけどさ。やっぱり強盗説だと思う。ほんで犯人は日中混成強盗団の一人で、ガバガバセキュリティの噂を聞いた犯人は、これなら一人でできそうじゃね？チームでやったら分配しなきゃいけないから損じゃん。一人でやったろって思って犯行を決意。もしくはさっきのカナダにいる人だった場合、偽装パスポートも用意していてすぐに飛べるから最後にやって稼いどくかみたいな。なんでわざわざ盆踊り大会の人時間帯に犯行に及んだんだと思う？もしかしたらその周辺に住んでいて土地勘があり、スーパーの周りには人がいなくなるって思っていたのかも。
実際にレジ一つで回せるぐらい閑古鳥が鳴いていたみたいだしね。ほんで人は皆盆踊りに集まるのと、盆踊り中はやかましいから、その最中だったら銃で撃ってもそこまで目立たないと思ったとか、銃声ではなく爆竹や花火の音と勘違いすると思ったか。ほんで最初から殺害も覚悟の上で言って、事務所や店内の様子を伺う。ここで A さんが一人になったからさ、襲うならここで襲えばいいじゃん。いや、そうするとさすがに事務所の銃声には気づくと思うから、B さん C さんが通報する可能性もあるじゃん。事務所から降りてきて始末しようと考えた時に客もいて顔見られた上で、逃げられる可能性もあるし、さすがにリスクが高いと感じたのかもしれない。だから店が閉まるのを待って、従業員だけにする必要があった。なら3人が事務所に入っている間に襲えばよかったじゃん。もしかしたら3人で全員ってのを知らなかったのかもしれない。他に店長とか男性がいるかもしれないって考えて、迂闊に中には入らなかったのかも。だから帰り際、事務所の電気も消えて完全にここには3人しかいない。ってことを把握して、もう一度3人を事務所に入れる。これは目撃者を始末するためと、自分一人じゃ金庫開けられないから。ほんで B さんと C さんは粘着テープで口と手を縛って、床に寝させる。そして、A さんに金庫を開けさせようとする。でも鍵は差してあったんだけど、開いてなかったじゃん。もしかしたら、何回いろいろ指示していたんだけど、片言の日本語だったり、中国語だったのかもしれない。ああ、ここで中国人要素が入ってくるのか。ほんでまあ差して A さんが開けようと金庫に鍵を差す。その間に B さんと C さんを撃つ。A さんはこれに動揺して犯人に近寄って開けるから助けてと懇願。痺れを切らした犯人は銃のグリップで殴る。A さんは冷蔵庫の横へ倒れる。もしかしたらここで気を失っちゃったのかもしれない。犯人は無理も承知で金庫に向かって発砲、当然開かない。ここで諦めて、確実に A さんを仕留めて退却。まあ、妄想だな。だよねー。でもこれぐらいしか思いつかなかった。ちなみにフライデーさんの記事の考察でも強盗説で、金庫に撃った弾が、跳ね返って A さんの頭部に命中、その後追加で銃撃、だからこそ一発は貫通して、もう一発は体内に弾が残っていたっていうものだったよ。だからこそ、ダイヤルを開けられないから逃亡するしかなかったってことか。でもどっちにしろ、腑に落ちないでしょ？うん、どの説も腑に落ちない。皆さんはこの事件、どう考える？怖くなんかないもん。ということで八王子スーパー南平事件を調査したけどどうだった？めっちゃ怖かったです。そうだね、めっちゃ怖かったね。だってこれさ、防ぎようないじゃん。そうね、同じ立場だったら同じ結果になっていたかもしれないね。お店側が女性だけにしないとかセキュリティに気をつけるとか、そういうお店ではバイトしないとかぐらいだよな。ちなみに被害者が通っていた高校では、毎年、文化祭などで銃器犯罪の恐ろしさを訴えているんだって。そういや銃の恐ろしさって習ったことないかも。アメリカだったらまだしも日本はほぼ縁がないからね。けれどこのケースみたいに、いきなり銃犯罪に巻き込まれる可能性あるから、俺は大丈夫って思いがちだけど気をつけないとね。あと、ちょっと前にも八王子で家に強盗入った事件あったよね。なんか最近強盗事件ってよく聞くよな。闇バイトとかね。この人は捕まって、動機を聞いたらカードローンが支払えなくて、やっちゃったみたいよ。いやだからといって強盗しないで。強盗で捕まる確率9割で、5から20年の懲役だからさ。絶対に割に合わないからやめといた方がいいよ。やめといた方がいいで、やめるやつは初めからやらないのさ。そうとも言う。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。なあ、喧嘩しようぜ。こいつでな、オッカルートじゃんけん。じゃんけん。ポン、僕はグーを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんかその、めっちゃええ感じになります。また見てね。バイバイ。